裏目なんて辞書にないのよ。ポケットにパッキン、外にヒント隠れてんだ。必ず見つけ出してみせるの。オープンやハにアイテムの整理整頓ができます。カバンの中はしっかり片付けましょう。持ってるアイテムを確認できるのです。ダンジョンに持っていくアイテムを整理しておくのです。時が来たか。時間はまだたっぷりあるわ。みんなのこと、もっと教えてちょうだい。そうだな。ならば、私に流れる覇王の血について話すとしよう。放課後を覗き見したい子を選ぶのです。この子でいいですか？ついに完成した。これでマスターの心は私のもの。あら、いい匂い。めいちゃん、もしかしてお弁当を作ってたの？その通りだ。見よ、これが黒崎めい特製暗黒弁当だ。ああ、おかずが見事に真っ黒ね。この弁当には闇の力を凝縮させてあるからな。食べたら呪われちゃうの？なんでだ。闇の力イコール呪われるなど安易すぎる。そういう偏見は良くないぞ。ごめんなさい、気をつけるわ。でも黒い色のおかずだけじゃなくて、他のものを入れてもよかったんじゃない？ダメだ、黒いものだけの方がかっこいいんだ。あら、そうなの。この暗黒弁当を一口食べれば、あまりの美味しさに誰もが心奪われる。マスターもきっと気に入ってくださるだろう。ここまで真っ黒なお弁当だと、食べるのにちょっと勇気がいるわね。どうした、ゆりか。
私の暗黒弁当をじっと見て、うん、もしや味見をしたいのか。仕方ない、少しだけ許してやろう。あら、でも最初はひなたちゃんに食べてもらった方がいいんじゃ。いいから口を開けろ、ほら。あ、ちょっと、あら、おいしい。お前も早速暗黒弁当の虜になったようだな。そうかもしれないわ。にしてもめいちゃんたら無理やり私の口の中へ突っ込むなんて、意外と強引なところがあるのね。いいわね、そういうのお姉さん好きよ。何の話だ。なんでもない。とにかくそのお弁当、ひなたちゃんも気に入ってくれるといいわね。ああ、早速差し入れに行くとしよう。今こそ目覚めの時。どれにするべきか。これでいいのか。行きたい場所を選んでください。これは一体。